アドベンチャーワールドチーター担当の江口葉月です。チーター担当して3年目になります。以前ふれあい広場の方でコツメカワウソの担当を数年前にしておりました。チーターの魅力は頭数11頭いるんで、割と性格もみんな違いますし、あと表情とかが結構面白くて、怒ってる時とか悲しい時とかテンション上がってる時もめちゃめちゃ可愛いです。わかる、わかります。もうちょっとかかりそうかなっていう感じ。妊娠から90日目の時に下痢の症状があって、で今朝下痢が確認されたので、もしかしたらもうこの子の出産兆候として下痢っていうのがあるのかもしれない。前回と同様に下痢確認されたんで、あと 2,3 日ぐらいかな。楽しみです。でもまだまだ本当に見てる感じバリバリ食欲あるんで。前回の話をすると、出産当日朝一の餌残してるんで、出産兆候に食欲減退っていうのもあるんで、まだまだこの様子見てる感じ明日はないかなって思います。私の予想は3月17日過後ぐらいかなって思ってます。ポイントゼロどうぞ。C3-8 です。やばい、超泣きそう。出なかったフローってどうしてましたっけ？1頭目が生まれてから6時間経過してなかったら、お母さんの様子次第で様子見をするか判断を病院に仰ぐかなので、8時に、8時の状態でジュアの様子、お母さんの様子次第。今みたいなのが8時になっても続いてるんやったら、まあ、ちょっとしばらく様子見して。でもあれですね、過去に翌日出てきた例もあります。あ、そうそうそう、うん、あるから母親の見守る、様子次第ですね。はい、母子ともに今まだ元気です。しっかり授乳もして子育てもしてくれてます。ちょうど頭が出るか出えへんかの瞬間を見てまして、頭なのか、あの内ももの付け根の部分なのか一瞬分からなくて、でも出て戻ってっていうのが 2,3 回あって、でその後こうドゥルッと出てきたのでバッチリ出ました。すぐ動かなくって、しばらくちょっとお母さん必死に舐めて羊膜とか舐めとってたんですけど、生まれ落ちて10分後ぐらいには、動き出したので、しっかり生存確認ができたかなと思います。はい、輸入も今はもう確認しています。大体生まれて10分ぐらい。今はもう子供一人で歩いてます。子供一人で歩いてる。一人で。もうお母さんのそばでめっちゃピチピチそう。性別見るのはもう今回はもう本当に安定してから見れるタイミング、もう今日見れるかなっていう、チラッと見て見れたら OK っていう状態なので、前回ちょっと時間かけすぎたかなっていう懸念点があるので、最初から必死にあの性別は見ないです。この体重測定もなるべく早くしたいのはしたいんですけども、あんまり早くしすぎたら初乳とかが飲まなくても困りますし、あんまり早く母親から話して、母親の育児のモードが切れても嫌なので、1日2日はなるべく触らないように気をつけようかなと思ってます。今、ちょうど授乳が始まったみたいです。しっかりと育児してます。楽しみ。もうね、本当兆候なく急にドゥルンって出てきて、力んでる要素なくて、普通にこう授乳して1頭目となんかこうもちゃもちゃしてんなーって、オーガしてんなーと思ったら急にこうドゥルって出てきた。あ、今ちょうど2頭、あー隠れてた。今ちょうどお母さんのお腹の
ここに1頭目が、で2頭目を今なめなめしてます。お母さんお忙しいやな、うん、開けます。今日で生後6日目です。目は1頭、あ、この子開眼してますね。先日生後4日目の体重測定で 700g、600g 後半という感じだったんで、もう3頭とも今は 700g 超えてるんじゃないかな。順調ですね。授乳も全頭まんべんなく確認できてますし、グルーミング、子供の世話とかもしっかりとやってる様子が見えてますので、今のところ順調という感じです。まだまだ気は抜けないので観察はずっと続けていきますが、あ、尻尾見えましたか。個体識別のために反り込みを入れてて、尻尾を、この子は根っこの方を反ってます。でこの子の尻尾は何も反ってない。で今ちょっと見えづらいですが、この子は、あ、先っぽを反ってます。こんな感じで目視でも個体識別できるように、先日の体重測定の時に削りを行いました。今ずりばいがほとんどなんですけど、お腹をすらずに四足歩行っていうのがこれからできるようになってくると思います。前回の子供の時でだいたい2週間ぐらいではもうよちよち自分でしてたので、まああとちょっとかなって感じです。3月19日に最初のチーターが出産しまして、その9日後3月28日にまた別のチーターが、また3頭出産いたしまして、今合計6頭の赤ちゃんが、肉食動物ゾーンにいます。後の方に生まれた産んだ方は初産だったので、そのままちゃんと育児をするのかどうかっていうのが飼育スタッフ全員気になってたところで、出産後どうしていいのかわからないような感じはしてたんですけど、結構ちゃんともう本能的に子供を舐めて胎盤を舐め取ったりとかしてましたし、最初の授乳までは少し時間かかったんですけれども、なんかコツをつかんだらもうそこからはもう自分からできるような感じになってきてて、まあ、2日後3日後にはだいぶ安心できるような育児体制取れるようになってきました。もうすぐ1ヶ月で、体重測定も定期的に行っているんですけれども、最初に生まれた子の方は私たちの計画通り生後4日目から定期的に体重測定を行ってたんですけど、後に産んだ方は初産で割と性格も神経質な子だったので、最初の体重測定は生後1週間で行いました。結構母親の様子伺いながら、母親が気にしないタイミングを見計らって1週間というタイミングで行って、そこからは定期的に体重測定を実施しております。いろんなものに好奇心旺盛で、もう気になるものがあったらもうぐいぐい行っちゃうような子も中にはいますので、そういうのをお母さんが結構気にして加えて元の位置に戻したりとか、お母さんが結構緊張感を持って育児をしているっていう様子が結構見られるので、育児ストレスとかがかからないようにできるだけお母さんが気分転換できるような環境を、お母さんだけ日光浴の時間を作ってあげたりとか、お母さんだけゆっくり食べれる時間を作ったりだとかいう工夫をいろいろ考えてはいますけれども、やっぱり子どもたちが後ろを必ずついてくるので、お母さんは
その世話をしながら餌を食べたり、子供たちが出てこないタイミングで外に出たりっていうのをお母さん自身が結構工夫したりしてます。毎日バタバタしてます。観察のために監視カメラをつけてるんですけども、それをしっかりと確認しながら、子供たちが寝たタイミングとか、お母さんが授乳してないタイミングを見計らって給餌をしたり、部屋の移動をさせて掃除をしたりっていう風なのをしているので、結構育児の体制には、気を使いながら、掃除のタイミング、餌のタイミングとかを工夫してます。今はまだ離乳はしてないんですけど、こうやってちょっとずつ親の肉からしっかりとかするようにはなってきてて、ただこうやって個別でどんだけ食べたかっていうのも把握しておきたいのと、まあ、いろんな肉に今後食べていけるように、いろんな種類今のように食べさせて、今は、主には3種類で、形状をこういう喉詰めない程度の細切れだったりとか、あとはこういうミンチ、あとはキャットフードも与えてて、まあ、食べやすいように水でふやかしたものにミルクをかけて、お母さんが一緒にいる時にしか食べてくれない、お母さんいない時にあげようとしても怖がっちゃって近寄ってこない、近寄ってきてもこんな感じで食べてはくれ、ちゃんと一緒だからなんか安心できるのか、なんか食べてくれます。まあ、最初はこうやってやってることにすごい威嚇、シャーシャー威嚇してたんです。なんか最近は慣れてきたのか許してくれる公開できるタイミングはもう少し遅くはなるかと思うんですけれども、まあ、SNS を通じて皆さんに可愛い姿をお届けできればなと考えています。